吉田さん、多くの方の所得は上がってないんじゃないかなと思うんですよ。で、その原因が何なのかなっていうふうに単純に考えると、所得を上げようと思ったら会社の業績が上がることが必要で、会社の業績っていうのは一人一人の社員の、業績が上がることが、大前提だと思うんですよ。で、社員の方の業績が上がったのに、所得が上がってない、給料が上がってないっていうのはあんまりないんじゃないかなと思うんですよ。例えば社員の方がね、1回や2回の業績アップじゃ無理だと思いますけども、継続的に年齢と経験に応じてやっぱこう実績を上げていてね、当然したら出世するわけじゃないですか。出世したのに給料が上がってないってことあるのかなと思うんですよ。もしくは業績を上げ続けた、集客し続けた、利益を出し続けたのに出世しないってことあるのかなと思うんですよ。シンプルに20代ぐらいで一つの仕事を始めて、同じところにいようが転職しようが積み重ねていくと30代で20代と同じ力ってことはないと思うんですよね。で、40代ぐらいには悪くても課長、理想的には部長になってると思うんですよ。で、50代ぐらいでうまくいけば役員になったりとかね、派閥のトップになるということもあろうし、支店長とか支社長とかっていうのには当然なってると思うんですよね。そうなっている時に所得が上がってないってことあるのかなと思うんですけどね。いや、もちろんね、ずっと平だったらさすがに上がんないと思いますよ。20代で入社しました、手取り20万ぐらいですと。そして30代40代50代全く未退地も出世してません。それは所得上がんないよねってことになります。でもみんな肩書きが40代50代で課長とか部長になってるのに、新入社員と同じ給料のまんまとか、3年前5年前と給料が同じってことあるのかなと思うんですよね。もしあるとしたら、その会社なんでいるのっていうことになってくるんですよ。つまり業績を上げても全く所得の上がらない会社を選び続けてるっていう現実がそこにあって、いや、うちの会社さ、業績上げてくれるんだったら給料多めに出すよってところを選べばいいんですよね。どうしてもね、一人会社やってるとそういうふうな視点になるんですよ。というのが、一人会社って自分の業績アップが自分の所得のアップでイコールなんですよね。で、自分が集客アップして売上アップしたのに所得が変わりませんってことないじゃないですか。でもたくさんの人がいる会社になると、それが見えにくくなっても原理は一緒ですからね。最も集客した人とか、最も売上を出した人、最も利益を積み上げてくれた人に当然還元されるべきなのがその一部でしょう。売上の一部、利益の一部、いや、単純に考えたらそうじゃないかなと思うんですよ。で、世の中景気が悪いとか言いますよね。でも景気が悪い時に売れるものっていうのはあるわけですよ。景気が悪い時には、例えば転職サイトなんてもう花盛りですしね。景気が悪い時に副業の商品とかもよく売れるし、景気が悪い時にどのように節約していくかっていうふうなノウハウもよく売れると思いますしね。景気が悪い時に伸びる業界への投資っていうのもあると思いますしね。シンプルに考えたらそういうことになるんじゃないかなと思うんですけども、どうなんでしょうね、吉田さん。こういう考え方じゃダメなんですかね。じゃあ他にどんな考え方があるんでしょうかね。みんなして業績アップしました、みんなして売上アップしました、みんなして利益をアップしました、でも所得変わりませんっていう世界があるんでしょうか。さあ、誰がどういうふうに利益を上げてるんですかね。誰が儲けてるんですかね。これは内部留保ですかね。いやー、なんか成績をアップしたのに自分に跳ね返ってこないような会社があるんだったら即刻辞めるべきだと思うんですけども、どうなんでしょうか。いってらっしゃい。